今回は雷神フライ級の歴史について紹介していきます。雷神フライ級は57キロ以下になり、堀口恭司、扇久保博正、新龍誠、広矢などが参戦している階級になります。フライ級には現在ベルトが存在しないため王者がおらず、堀口がフライ級に転向したことから大晦日ベルト設立が噂されています。では雷神フライ級の歴史を見ていきましょう。まずフライ級に参戦してきたのが現在バンタム級に参戦中の本谷勇樹。最初はフライ級で試合しておりのちにバンタム級に階級を変更しています。雷神さんでは和田辰光 VS 界からフランスが対戦し、和田の判定勝利。和田は新龍誠に唯一負けをつけた選手になり、界からフランスは現在 UFC 世界フライ級5位、 UFC フライ級暫定タイトルマッチを経験している超強豪選手になります。そしてこの大会では那須川天心が MMA デビューし、見事 KO 勝利。なんと勝利マイクで2日後の大会に参戦することを表明。迎えた雷神4ではアームトライアングルチョークを見せ、見事一本勝利。当時キックがなかったため MMA で活躍したらキックで試合ができるとのことで MMA 挑戦していました。続く雷神5でも天心は MMA で出場し TKO 勝利しています。そしてこの大会では堀口恭司が初参戦し本谷と対戦。堀口が終始試合をコントロールし判定勝利になりました。しかしこの試合を機に堀口はバンタム級に階級を変更し、バンタム級に参戦しています。続く雷神6、7でも天心が出場し、才賀喜左衛門から KO 勝利。後にディープ暫定王者に輝く藤田大和に判定勝利と、天心は MMA でも5勝0敗の成績を残しました。フライ級の選手が少ないためフェザーやライト級のように毎回選手が出るわけではなく、あまり試合が行われない状態でした。そのため天心の MMA 参戦はフライ級の下地を作ったと言っても過言ではないでしょう。2017年年末に朝倉海は戦いたい相手に那須川天心を挙げており、一時期対戦が噂されていました。しかし天心は雷神でもキックに参戦したことから夢のビッグマッチが実施されることはありませんでした。そして雷神18では曽谷貴樹 VS 村本雄太郎が対戦し、曽谷が TKO 勝利。この曽谷選手は国指定の難病や奥様の死、度重なる怪我などにも負けずこの舞台に立つ選手です。詳しい紹介動画を概要欄に貼ってありますのでぜひご覧ください。雷神23では伊藤誠一郎 VS 新龍誠、中村優作 VS 竿本達樹が行われ、新龍と竿本が勝利し、フライ級に実力者が参戦してきました。雷神25では竿本達樹 VS 北方大地が行われ、竿本が判定勝利しました。雷神27では杉山康平 VS 伊藤勇樹が行われ、伊藤が33秒 KO 勝利し、見事な雷神デビューを飾ります。雷神トリガー3では曽谷貴樹 VS 中塚佐信義が行われ、曽谷が復活の TKO 勝利を飾ります。雷神37では所秀夫 VS 新龍誠が行われ、新龍が見事判定勝利しています。雷神40では堀口扇久保両者がフライ級に階級を下げ対戦が決定。3度目の対戦は堀口がダウンなどを奪い、見事判定勝利しました。そして UFC 経験者ジョン・ドットソンが所秀夫と対戦し、見事 TKO 勝利しました。雷神41では中村優作 VS メイマン・マメドフが行われ、マメドフの TKO 勝利。新龍誠 VS 北方大地の実力者同士の戦いは新龍が圧倒し一本勝ちになりました。雷神42ではラマザン・テミロフ VS 浜本が行われ、テミロフの TKO 勝利。ドットソン VS 竿本は激闘の末ドットソンが勝利し、竿本の連勝記録は14でストップしました。スーパー雷神にベラトールパートでは堀口恭司 VS 新龍誠のベラトールフライ級タイトルマッチが開催。しかし開始すぐに新龍の目に堀口の指が入り、まさかのノーコンテストになりました。雷神パートでは朝倉未来1年チャレンジ広矢が雷神初参戦し、伊藤勇樹と対戦。伊藤が圧倒するという予想をはるかに上回り名勝負を披露。結果は伊藤の勝利でしたが大きく会場を沸かせました。雷神44では曽谷貴樹 VS ラマザンテミロフが行われ、両者ダウンする展開も、最後はテミロフがまとめ上げ TKO 勝利。曽谷貴樹の試合に外れなしと改めて確認させられる素晴らしい打ち合いでした。続く福田竜也 VS 山本アーセンは打撃の展開で福田がアーセンの顔面を捉え、アーセンの目が腫れ上がりドクターストップ。ドクターチェック中にアーセンが止めないで止めないでまだやれるからという姿に心を打たれた人も多いのではないでしょうか。続くランドマーク6では中村優作 VS 広矢が行われ、両者ダウンする展開に、最後は打撃の展開でリードした中村が判定勝利。試合後榊原 CEO は広矢はまた呼びたいと語り、今後も参戦してくるでしょう。これまでが雷神フライ級の物語になり、堀口恭司、新龍誠、ラマザンテミロフ、ジョン・ドットソンあたりがベルトに絡んでくるのではないでしょうか。